はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうき30代です。さあ本日なんですが、皆さんティアラメンツ環境はどうやって抗っていますか？私はですね思ったんですよね、ティアラメンツ環境ってモンスターを要は墓地に送らせなければいいわけですよね。でそこで強いモンスターがいるわけですよ。それがねマスクドヒーローダークローっていうモンスターなんですね。これマスクチェンジセカンドとかから結構あの皆さん出してる、パターン多いかもしれないですけど、最近だとこのモンスターマスクチェンジセカンドじゃなくて普通にマスクチェンジの効果で、まあ、単純に特殊召喚できるわけで、だったら今の環境ヒーロー強いんじゃないと思って、今回はこの純粋に純正ヒーローを組んできました。ランクマ用の、結論ね結構強かったです。結論これなんでかっていうと、やっぱりねダークローが強いわ、単純に強い。あのまあもちろん普通にそ刺さんないパターンもあるんだけど、ティアラメンツじゃなかったら、ただティアラメンツがやっぱこんだけ多いんでね環境にね、なんでダークローはねやっぱり強いわ、単純にそれがやっぱヒーローってマスクチェンジをサーチするモンスターがいますし、マスクチェンジすびきもありますし、ダークローが出る確率クソ高いんですよね。だから、まあ、単純にそのあのメタ札として採用できるプラス展開で自然に出る、これがね最強というわけで、今回は、ダークローの強さ、これをね皆さんにお見合いしていきたいと思っております。で、ティアラメンツ、結構意識 してるので、一応その金敵とか、キッコ勝負を入れてなんとかして、相手の盤面をまくっていこうかなっていう方向を取った場合ね、はい、っていう感じになってますね。キッコ勝負一応ね強いは強いと思うんだけど、ただね結構ね相手うまいとねクライム構えてくるんで、クライム構えられるとちょっとキッコ勝負もちょっと無効にされてマジでやばいみたいな時ありますけど、はい、まあそこが注意ですね。はい、結構強いんでこれは割と採用できるカードかなと思ってます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。次元の裂け目が強くてディメンションアトラクターが強いんだからさ、これ裏だけほんとやめて、これ裏だけほんまやめて、何もできなくなっちゃうからライフを半分払って占い打たれるカード、あぶねえあぶねえ。エアー召喚、特殊召喚成功時効果像、ヒーローラインでファリス持ってきても意味ないから、あとさこれエアーマンさ丸一番の方に魔法トラップカードの破壊ついて、ああ決め、あそれは占いで止まるか、でも一応いやまあ増進よりは占いで止めちゃった方がいいよね。これ闇属性だったら普通にマスクチェンジ打つんですけど、当たり前にちょっとエアーマンから入っちゃってるんで、これな闇属性だったらな分からせられるんだけどな、ここにねチェーンマスクでも相手分からせられるんですよ、かなり。ちょっとどうしよう、バイオンですかね。でバイオン持ってきました。でバイオン召喚して、はい、で効果発動する。これでディアボリック落として、ディアボリック除外するとダメなので、ディアボリック先出ししてから、クロス回かな。さあなんかもうなんかまだある、なんかまだあるな、なんか相手きめえな、なんだろう、無限法要とかですかね。ただ増字で打ってるんで、さすがにヒーローってちなみに増字ありえん刺さるんですよありえん刺さるんですよ、本当になんか意味わからんぐらい特殊がするんで、増人はね、あまあでもヒーローライブから入ってる場合はなんだっけ、シャドウミスト特殊召喚してマスクチェンジ持ってきてエンドみたいなことできますけど、ね、一応ね、はい、でバイオンで融合を回収していく、いきましょう。はい、融合も一応2枚入れてるんですけど、攻め手として、まあこれ2枚なくても一応ワンダードライバーがいるんで、まあ、2枚はいらない説はある結構で、召喚機は使ってんだよな。まあでも一応やるか。ブルーディーはちょっと無理だな。フュージョンデスにあったらいけたけど、ブルーディーは無理だから、まあ、サンライザーアブソル構えておくのがいいんじゃねえかな、まあ、とりあえず融合するわ。属性が違うヒーロー2体で融合召喚。あらあろう、日差しを遮るしヒーロー、エレメンタルヒーローサンバイザーで、サンバイザー特殊召喚成功時効果発動、奇跡の融合、チェンジ処置、奇跡の融合を、これでなんかモンスターちょっと増やせるカードとか引いてくれると、まあ、ちょっとだけ展開伸びたりするんだけど、でももう言うて何引いてもあれだから誘発とかがいいかもしれない。
あーいらないねこのヒーローライブとかいうカード。ツードローは弱かったね。マスクチェンジありますので、まあ、ミラクルは打ちますか。さあ史上最強の水属性ヒーローを爆降臨させるぜ。うおー絶対レードエレメンタルヒーローアブソルートゼロ最強カードセッティング。まあでもまあ多分さすがにマスクチェンジでダークロー出すと思うんだけど、一応これアブソルアシッドもできるんだけど、アブソルアシッドね、なんかティアラメンツとかに打ってもね、なんかあんま強くないんだよね。一応参戦ギアするか。参戦ギアでダークローパクられても、あのめんどくさいから参戦ギアでドローフェーズに増殖する銃だけぶち込んでいきましょう。さあどうする。ムドラね、ケルベク、これは分からせられんじゃねえか。分からせられるだろこれ。分からせ、相当分からせられるぞ。ケルベック効果、うおマスクチェンジ発動。闇属性のヒーローモンスターを墓地を振り、その属性のマスクヒーローモンスターを特殊召喚できる。あられをリゾルブ来てーいけーマストヒーローダークロウ特殊召喚。さあてめえの墓地を食らうカードは全てゲームから除外される。ずーずー強すぎー。これ打点高すぎてさ、あれなんじゃない、エクシーズしてから突破みたいなのもできないんじゃない。3000ありますかね。しかもサンライザー以外投げると破壊されますし、これマジで言うと無理なんじゃないかな。これランク4か。あーそれうざいな。ダルク、あーなるほど、ダルクからダルク、なんかパクられる、なんかパクられる、エルフ出されて特殊召喚されて、やばいなこれ。あのギガンティックスプライト一番やばいわ。これギガンティックスプライトから一応流されるパターンもあるか。いやでも次でもう一回動けるからまあなんとかなるか。一応これギガンティックスプライトからアーゼウス出てきてみたいな動きされるパターンありますね。あ、ちげえよ。なんだ俺。あ、ユニコーン。やばい。俺のダークローが。いや、でも言うて、相手もこんだけリソース使ったら動けないでしょ。耐えろ、耐えて、耐えてくれ。こっからいきなりキトカロス出てくるみたいな、勧誘号みたいなのやめて。おっ、キョ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 。危ねえ。まあ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 、そうだよね。さすがにね。さすがにそんだけリソース使ったら、さすがにねって感じだよね。まだ殺す先か。まずはバイオン召喚でバイオン効果発動。何を送ればいいんですかって話なんですけど、まあ、シャドウミストでいっか。シャドウミスト墓地送るで、シャドウミスト効果発動、シャドウミ効果、オネスティ持ってくるで、ですね、とりあえずファリス召喚ですね。まあモンスター数を増やさないといけないんで、ファリス特殊、はい。でも、まあ、インクリーさんもないから置けない。これはインクリースが手札にしちゃってるからしょうがないね。ヒーローを使ってるとね、インクリースめちゃくちゃ手札くんだよ。ありえんレベルでね手札に来るから、まあ、ちょっとあの後ろのカードは多分サリックかなんかだと思うから、一応ちょっと何も触れずにいきますわ。はい、4900いけ。サンライザーダメしていいですか。いやーいけー、オネスティーバーンチドーンツー。やっぱダークローって神だわ。あー増殖する G とかいう高校ゲーム参加権もあるし、フュージョンデスティニーもあるし、まあ、手数は稼げそう。言うてバイオンもある。手数これ結構稼げそうですね。結構割と反動、高校の反動的にはかなり強いと思うんですけども、ペルレーナとかいう激キモカード発動されて今慣れてます。まあでも言うて増殖するし、通ってくれると思うけどな。はかない、まあ、裏側入ってるパターン結構多いんで、最近のティアラメンツはね。なんで、まあ、増殖するし通るかどうかはちょっと微妙ですけども、まあ、増殖通ってくれると、割とね、盤面はそこまでなんか、シェーリングだからだっていいわ。シェーリングだからだっていい。なんか、キトカロスのね、着地のところにね、合わせるよりも、
キットガラス出てからキットガラスを自身墓地をクルー交換にチェーンして増殖して打った方が、ドロー枚数稼げるからそっちの方がいいらしい。基本的には、まあ、止まられちゃうからね、あのキットガラスの特殊召喚効果にチェーンして打っちゃうと、トラップサーチしてエンドみたいな、それでなんかこっち動けなくて相手のサリーク越えられなくて負けみたいな、で相手はサリークでキットガラス墓地を送るからなんかやばいこと起きるみたいなことは割とあるから、増殖する G はキトカロス着地じゃなくてキトカロス自身を墓地送る交換にチェーンして打つと、まあ、結構2枚ぐらいはドローできるみたいなことは言われております。まあルルカロス着地しちゃうけどね、その場合はキトカロス、はいどうぞ。なんかゴキブリ通ってますよねっていうレベルで動いてくるな、ゴキブリ通ってますよね的な、めちゃくちゃ動くやん、お前止まれお前お前止まれ、トラップサーチしてんのだろそこ、まだ動くのか。まあまあまあドローできる分にはいいか、一応キッコー勝負とか禁じられた人しずくとか結構入ってるんですけど、まあちょっと何も引けてないのがかなり痛いですね今。ちなみにこのドローしすぎることによってインクリーズが手札にめっちゃ来てめっちゃうざいっていうのもあります。デビルグラやばい、デビルグラッキーもやばい、あでもレベルに今いないか、いや デビルグラッキーやばいな、普通にデビルグラッキーやばいっす。エルフ、エルフ出されるとかなりやばいけど、いやでも言うてか、いやこれかなりね痛いのは、そのデビフラ、エクストリオ後ろき、クライムみたいなパターンだと禁じられた人しずくでも超えられなくなっちゃうパターンがあって、ティアラメンツとか言うてきた全てを持ちすぎなんだよね。あでもこれさすがにデビフラ出てこないから、これあ大丈夫そうだ、あでもバイオン2枚引いた、キメバイオン2枚引き、キモ結構勝負きった強すぎ、クライムマジでやめて、クライムほんまにやめてほしい、それはいいよもう、オッケー、クライムがなければなんとかなりますね。これはねクライムって言われるんですよこのデッキ、キモいでしょ、まあ、バトルですよね、高速バトル、超高速バトルフェイズで超高速メインフェイズで超高速拮抗勝負さあ拮抗しろ、勝負よ拮抗しろ、勝負よ、今お前の方がカードが多いらしいな、かっこ手札9枚いけそう、クライムチェーンしないからこれクライムないね、多分あれサニークだな、じゃあいける、キックを通ったらいける、どれ残す、まあ、ちょっとリーダーはどっか行くで、どれかを残すはず、はいで、あルルカロスね、オッケー了解、オッケー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 、でシェイリーン行こうか、いやシェイリーンはハッカーなした方がいいか、さすがにね。で、リダンは実質死んでるから、まあ、後で帰ってくるけど、まあ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 、みたいなとこがあって、いや、どうしよっかな、これ。ムドラか。あー、なるほどね。除外されるぐらいやったら戻すってことか。確かに。リソースかなり使ってもないで。いいよ。OK。まあでも、結局融合できないから、あんま関係ない。結局融合はできない。で、バトルフェーズはスキップしちゃってるから、あとはこっちから展開をして、ブルーディーとか出るけどな、これ頑張れば。出んのか？ブルーディー、いや、これ、むずいですね。フュージョンデスティニーやるから。なんか出そうな気がするけどな。まあ、ちょっと、やってみますか。まあ、ファリスからかな？ファリスからの、まあ、シャドウミストですね。シャドウミスト、ヒーローって組み合わせいくつかあってむずいんだよね。でファリス特殊召喚で効果&シャドウミストは効果発動しなくていいや、ちょマスクチェンジャーって持ってきたい、できればね。でいやーでもこれあれか、インクリース出してでこれ効果発動するとそうなるよね。オッケー、まあ、これはまあちょっとあの釣り出しに成功した、バイオ2枚引いてるから今俺何も出せないんだけど。まあインクリース効果を暴発させて、リルカロスが一応撃ってくれたんで、一応特殊召喚は通ると。オッケー。完全なるブラフが効いたようだな。で、リキッドマン召喚。で、効果発動。自分の墓地から、シャドウミスト特殊召喚できて、で、シャドウミスト特殊召喚成功すると、チェンジ速攻魔法というのに言われることができるので、シャドウミストの効果。あらあらら、マスクチェンジを。そして、フュージョニングデス
テニー発動ですね。フュージョンデスティニー発動。いやこれいけんじゃねえかな、これいやこれいけんじゃねえかな。で、こことこれ、いやこれこれブルーディーなんか出そうな気すんだよね。デスティニーでしょ、はい。で、ですね、自分の墓地のディアボですね。でディアボを除外してアナザーディアボ特殊召喚。よくディアボリック引かなかったな俺、えらい。まあちょその代わりバイオ引いてるけど、でリキッドマンとディアボリックでクロスガイで、クロスガイリンク召喚成功時効果、ディアボリックガイか、ディナーガイ特殊召喚できる、はい。でほいからのクロスガイ効果、ディアボリックリリースしてヒーロー持ってこれる、これでブルーディー持ってくる、よし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 よ最強版で来て分からせる、マジで分からせる、ここ、これとこれとこれ、アラロー、デステリーヒーローブルーディ特召喚効果発動、クラフティーブラッドブーッザーッ、バトルは行っているので、まあ、バトルフェーズは行うことはできないが、まあ、このぐらいで勘弁しといてやるわ。さあかかってこいよリダン、いいだろう、リダンとかクストラゴで何ができる、バカ誰がスタンバイ、オッケー。これトラップ吸収されるとめんどくさいか、トラップ吸収されるとめんどくさいな、トラップ吸収される、あ、関係ねえわ、やべえ、まあ、無効だったわ意味ねえ、意味ねえ、意味ないことした、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと意味ないことした、ごめん、慢心しました、すいません、慢心をしました、意味ありません、これリダンの効果とか一切かけなかったわ、無効だったわ、ブルーディーで、ブルーディーを信用しろおい、リュウ、ブルーディーを信用してるんだ。まあ、ただね、これでマスクチェンジで、ダークローが爆誕したんで、まあ、相手は何もできないと。で、シャドウミスト効果発動、ヒーローカードをサーチ、もちろんエアーマン、さあかかってこいよ、この盤面突破できるなら突破してみろほらかかってこいよ、バカ誰が、何がってやらめんつだ、なーに、まあ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 いいでしょう、まあインスタントフュージョンくらい許して差し上げますよ、インスタントフュージョンくらい許して差し上げましょう。まあでも出てきたところでそのモンスターの効果一切使えないんでね、まあ、まあキトカロスくらいしか出すこともないと思うんですけども、まあ、キトカロスも結局意味がないで、キトカロス破壊された場合除外されるから700 700枠差、700枠差、サレンダー、サレンダー、え、お前除外されるから何もできないよ、まあ、俺も破壊されてるけど、効果像蘇るぜ、俺は無限に蘇る、お前だけだマグロコスの正体はバカ誰が、ははやっぱヒーロー強くないですか、あーステラーおばさん来た、エクソシスター、エクソシスターとかフアンダリーズとか今結構強いみたいですね、あのティアラメンツにかなり対抗馬としてね有力なデッキとなってまして、まあフアンダリーズがまあめちゃくちゃ強いと今ねいう話はね、まあ結構聞いてんですけども、何もないんでこれ普通に盤面的にはきつい、あとマスクチェンジ刺さんねえな、これダークロー、あのミリも刺さんないですよね相手ミリも刺さりません、これ激ヤバ、激ヤバ盤面整えられちゃうな、リタニアマルファマニフィカか、いやバリキゼアルフィールド、え、お前もしかしてやばい動きしようとしてねえかお前お前やばい動きしてねえか、何入れんだこれ、その下に何を重ねようというんだ
一体全体何を重ね、あやばいカードやばいカード重ねられちまったな。これ一回ちょっとエアマン召喚で、エア召喚効果発動。さあどうする、マニッカ、効果どっちの効果ですか。エクストラデッキ戻して、あーっと、いやでもマスクするしかないよね、マスクするしかない、マスクするしかないよね。まあ一応マスクチェンジするんだけど、マスクチェーンジ、エアーマンと、エアーマンを素材にして風属性のマスクヒーローモンスターを特殊召喚したい。はいはい、何もありません。はい、何もありません。マスクチェンジは2回打っても意味がないので、どっか特殊召喚する対象が不在になるから、マスクチェンジは、まあ、不発になって、はい、でマニフィカク君の効果、はい、お前遊戯王してるなってやりました。お前遊戯王してるなと言われました。どうしたらいいでしょうか。あれこれもしかして一応突破できる説ある。これまあフィールドの効果全部無効あってんで、カリウガの効果で、なんで墓地と手札は有効なんでしょ一応。これさ、でこれ持ってくるじゃないですか。ちょっとぶん殴ったらいける説。ダメけ。よし、一応カリウガだけは勝利したぞ。カリウガだけは勝利した。メンツー。まあ今打ってもね、これねカリウガのね、なんかフィールドの効果全部無力化みたいな効果って、なんか永続効果ってなんかそのこれ今打ってもあんま意味ないんですよ。死者蘇生とかあいつがいる状態とかじゃないから、結果意味なくて相手側に打つしかないんだけど、いやでもダークローとか刺さんのかな、これダークロー刺さってると嬉しいな。あーやばいね。あーやばいね。もう一回マニフィカくんのか、きついな。いやきつい、いやきつい、非常に厳しい。でゼアラフィールド効果、まだいけんの、まだいけんの、もう一枚入ってくると、もう一枚、あそぼっちからいけんのそれ、やばすぎ。あそれぼっちからもいけんだそれ、あ次よ、あいやそのモンスタークソすぎるってマジで。カリウガ考えたやつもう遊戯王やめちまえ。